和楽器バンドが12月3日、日曜日、初のフリーライブを、東京国立博物館本館特設野外ステージにて行った。ライブ画像和楽器バンドは11月29日、水曜日、に自身初のベストアルバム、奇跡ベストコレクションプラスをリリースしたばかり。本作はこれまでにリリースされたミュージックビデオ作品を全収録、さらに新曲3曲が追加された豪華な作品だ。オリコンでも2位にランクインするなど話題となっている。このベストアルバムの発売を記念して行われた初のフリーライブは、日本最古の博物館である東京国立博物館本館にて開催。優美な和楽器バンドにぴったりの会場だ。ここでのライブは、今年春より開催されていた和楽器バンドホールツアー2017四季のあやに訪れた東京国立博物館の館長特任補佐が和楽器バンドの魅力に感銘を受けたことから実現した。今年最も大きく見える満月が輝く師走のこの日、そこに会場に集まったおよそ6500人がかざすペンライトがまるで星が瞬くかのように輝く。その東京国立博物館本館の荘厳な建物を背景にしたステージに、和洋折衷を表現した衣装のメンバーが登場するとより一層美しい光景に。そこから勢いづけるような楽曲、戦戦でライブがスタートした。黒流れ、和太鼓の威勢の良い掛け声で一気に会場はヒートアップ。続いて彼らの代表曲、千本桜。今回のライブでは博物館の建物にミュージックビデオを投影するという演出がなされており、桜舞う千本桜の映像と相まって幻想的な様相でライブが繰り広げられていく。続いての吉原ラメントでは鈴鹿優子をは和傘を使い、この曲でコーラスを担当するアタ B に寄り添って歌う妖艶な姿を見せる。落ちサビの歌詞では吉原というところを上野に変える粋な演出も。4曲目は四季の移り変わりに人生を重ね合わせたバラード、沖野太夫町屋 G の優しいアコースティックギターと胃袋正志そうが奏でる層の音色、そして鈴鹿優子の詩吟で鍛えられた伸びやかなボーカルが夜空に果てしなく広がっていく。投影されたミュージックビデオの沖野太夫が真上も美しい。フリーライブながら和楽器バンドのライブでおなじみの黒竜とわさび DR による和太鼓ドラムバトルも行われ、観客とのコール&レスポンスが起こる。普段のライブと変わらず彼らのライブの良さを堪能できる点が嬉しい。ちなみにわさびの背中に書かれていた文字は寒いだった。和太鼓ドラムバトルで一体感が高まったところで他のメンバーをステージに登場し、一緒になって三本締めのリズムを取る。そのまま始まったのが起死回生だ。この曲ではファンも一緒になって踊り、蜷川紅、津軽三味線や上長大輔、尺八もステージ前方に乗り出して笑顔で演奏。そしてラストは暁の糸。この曲は普段のライブのアンコールの時にファンが歌う大切な楽曲で、尺八から始まるイントロが流れた途端に大きな歓声が。詩吟を生かしたメロディーで鈴鹿優子のボーカリストとしての魅力が存分に堪能できた。ライブが終わっても余韻は消えず、アンコールに応えてメンバーがステージに再登場。鈴鹿優子は、こういった場所でライブができるということ、本当に光栄に思っております。と挨拶、そして寒い日に集まってくれたファンにも感謝を伝える。和楽器バンドは和と洋が融合したロックバンドという他にないスタイルで活動を続けているが、2018年については、来年はさらに日本の皆さんに知ってもらいたい、との思いを持っているとのこと。ジャンル、和楽器バンド、として活躍することも誓ってくれた。
そして最後に、和楽器バンドの未来を示した楽曲、雨の地感情論、でライブが締めくくられた。ミュージックビデオでも流星の美しい映像が使われていたこの曲。満月の輝く夜空の下で改めて聞くと、和楽器と洋楽器を融合させた唯一無二のバンドとして日本のみならず世界でも活動する彼らの奇跡と軌跡が心に染み渡った。なお、和楽器バンドは今後1月27日、土曜日に1年の集大成を見せるライブ、和楽器バンド大新年会2018横浜アリーナチルダ明日への公開チルダ、2月1、8日、日曜日に和楽器バンドプレミアムシンフォニックナイトチルダライブ&ゲストライン大阪城ホールを開催する。取材、文、服部陽子、バークス、セットリスト M1.1000X M2.1000本桜M3.吉原ラメント M4.沖野太夫和太鼓、ドラムバトル M5.騎士回生M6、暁の糸EN.雨の地感情論、奇跡ベストコレクションプラス、2017年11月29日、水曜日、発売、MUS。IC ビデオ版、CD プラス 2DVD、AVCD9377-3B チルダ C4320円、税込み、初回使用、3号施使用初回特典、応募シリアルナンバー封入、詳細後日発表、トレーディングカード全18種類中1種類ランダム封入、初回生産限定版がなくなり次第、通常版に切り替わります。ディスク 1CD1.6 長年と一夜物語 2.10.1000本桜4.かほご.1000戦戦6.なでしこ桜7.暁の計8.反撃の波9.ワルキューレ戦乙女10.ストロングフェイト11.騎士回生12.沖野太夫13.雪よ舞い散れ、その方に向けて14.雨の地感情論15.花1問目16.拍手喝采17.シンクロニシティ。ディスク 2DVD1.6 長年と一夜物語ミュージックビデオ 2.天楽ミュージックビデオ 3.千本桜ミュージックビデオ 4.かほミュージックビデオ 5.千戦ミュージックビデオ 6.なでしこ桜ミュージックビデオ 7.暁の計ミュージックビデオ8.反撃の波ミュージックビデオ。ディスク 3DVD9.ワルキューレ戦乙女ミュージックビデオ。10.ストロングフェイトミュージックビデオ。11.騎士回生ミュージックビデオ。12.沖野太夫ミュージックビデオ。13.雪よ舞い散れ、その方に向けてミュージックビデオ。14.雨の地感情論ミュージックビデオ。15.クリーンミュージックビデオ。16.シンクロニシティミュージックビデオ。ライブ映像版 CD プラス DVD AVCD93775P6480円税込み、初回使用、3号施使用初回特典、応募シリアルナンバー封入、詳細後日発表、トレーディングカード全18種類中1種類ランダム封入、初回生産限定版がなくなり次第、通常版に切り替わります。CD1.6 長年と一夜物語 2.天楽3.千本桜4.花火5.戦戦6.なでしこ桜7.暁の計8.反撃の波9.ワルキューレ戦乙女10.ストロングフェイト11.騎士回生12.沖野太夫13.雪よ舞い散れ、その方に向けて14.雨の地感情論15.花1問目16.拍手喝采17.シンクロニシティ DVD 和楽器バンドホールツアー2017四季のあや S 聞きの彩りライブ映像217721東京国際フォーラム公演ライブ映像版
CD プラスブルーレイ AVCD93776B7344円税込み初回使用3法制使用初回特典応募シリアルナンバー封入詳細後日発表トレーディングカード全18種類中1種類ランダム封入初回生産限定版がなくなり次第通常版に切り替わります。CD1.6 兆年と一夜物語 2. 天学 3. 千本桜 4. 加保護 5. 千戦 6. なでしこ桜 7. 暁の計 8. 反撃の波 9. ワルキューレ戦乙女 10. ストロングゼート 11. 騎士改正 12. 沖の太夫 13. 雪夜舞地でその方に向けて 14. 雨の地感情論 15. 花一門目 16. 拍手喝采 17.シンクロニシティブルーレイ和楽器バンドホールツアー2017四季の綾シッキーの彩りライブ映像217721東京国際フォーラム公演 CDONLYAVCD93777-3024円初回使用3法制使用初回特典応募シリアルナンバー封入詳細後日発表トレーディングカード全18種類中1種類ランダム封入 CD1.6 兆年と一夜物語 2. 天学 3. 千本桜 4. 花火 5. 千戦 6. なでしこ桜 7. 暁の計 8. 反撃の波 9. ワルキューレ戦乙女 10. ストロングゼート 11. 騎士改正 12. 沖の太夫 13. 雪夜舞地でその方に向けて14. 雨の地感情論 15. 花一門目 16. 拍手喝采 17. シンクロニシティボーナストラック 18. こちやぶ日本語バージョン数量限定豪華版 CD プラス 6DVD プラス3ブルーレイプラス 410p 写真集 MUMO FC80 流限定流通 AVCD93778 B チルダ J27000円税込み特典豪華ボックス使用410p 写真集封入応募シリアルナンバー封入詳細後日発表 CD1.6 兆年と一夜物語 2. 天学 3. 千本桜 4. 加保護 5. 千戦 6. なでしこ桜 7. 暁の計 8. 反撃の波 9. ワルキューレ戦乙女 10. ストロングフェイト 11. 騎士改正 12. 沖の太夫 13. 雪夜舞地でその方に向けて14. 雨の地感情論 15. 花一門目 16. 拍手喝采 17. シンクロニシティ DVD ブルーレイ 1.6 兆年と一夜物語ミュージックビデオ 2. 天学ミュージックビデオ 3. 千本桜ミュージックビデオ 4. 加保ミュージックビデオ 5. 千 IKUSミュージックビデオ 6. なでしこ桜ミュージックビデオ 7. 暁の計ミュージックビデオ 8. 反撃の波ミュージックビデオ 9. ワルキューレ戦乙女ミュージックビデオ 10. ストロングフェイトミュージックビデオ 11. 騎士改正ミュージックビデオ 12. 沖の太夫ミュージックビデオ13. 雪夜舞地でその方に向けてミュージックビデオ 14. 雨の地感情論ミュージックビデオ 15. クリーンミュージックビデオ 16. シンクロニシティミュージックビデオ和楽器バンドホールツアー2017四季の綾シッキーの彩りライブ映像217721東京国際フォーラム公演和楽器バンド平安神宮単独奉納ライブイン和楽器サミット2017ライブ映像和楽器バンド大新年会2018横浜アリーナチルダ明日への公開チルダ日程2018年1月27日土曜日会場横浜アリーナ時間会場1530開演1700予定チケット券種料金一般指定席7800円税込み着席指定席7800円税込みステージサイド席7800円税込みステ
ステージサイド着席指定席7800円、税込み、立ち見7300円、税込み、チケット一般発売日、2017年12月9日、土曜日、AM10 時チルダ予定、和楽器バンドプレミアムシンフォニックナイトチルダライブ&オーケストラーイン大阪城ホール、日程、2018年2月18日、日曜日、会場、大阪城ホール郵便番号540002大阪府大阪市中央区大阪城3番1号ホプ大阪よホール .com 時間、会場16時開演17時予定、チケット券種、料金、一般指定席7800円、税込み、着席指定席7800円、税込み、注意事項、3歳以上有料、2歳以下入場不可、2歳以下の場合でも、膝上鑑賞可能な場合は無料で入場か。着席指定席とは小さなお子様、ご年配のお客様、ファミリー、その他、ライブを着席して、ご覧になりたいという皆様のためにご用意させていただく、着席指定、でのお席になります。ライブ中は必ず着席していただきますよう、お願いいたします。ステージからの近さを保証する座席ではございません。予定枚数に達し次第、終了となります。チケット発売情報、FC80 流限定最速先行受付、抽選、受付期間、2017年11月17日、金曜日、13:00から11月21日、火曜日、23時59分まで、11月12日、日曜日、23時59分までに FC80 流にご入会いただければ FC チケット最速先行受付にお申し込み可能 FC80 流 http://sglobalfc.net wgb 一般最速先行受付抽選受付期間2017年12月2日土曜日15:00から12月6日水曜日23時59分まで予定その他のチケット先行発売情報は随時オフィシャル HP にてアップしてまいります。チケット一般発売日、2018年1月20日、土曜日、AM10 時チルダ、予定、主催、FMO。公演に関するお問い合わせ、共同インフォメーション0570200888 10時から18時まで、和楽器バンドオフィシャルサイト。